どうも山田邦子邦チャンネルです。いや、まあ志村けんさんですね。亡くなっちゃってね、もう本当に業界に激震が走りまして、みんな大好きね、志村けんさん、もう本当に悲しい寂しいお別れでございまして、やっぱり先輩ですしね、ここでもちょっと私なりに思い出などを喋っておこうかなと思います。子供でした、私もね。中学2年生ぐらい、1年生かな、まあ、小学校ぐらいから8時だよ全員集合、バン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 、生放送だったのね、土曜日のね。で、はがきを観覧の送るんですよ。そうすると来て、それだけでも入れるんだけど、その日に早く行っていい席を取るんですよ。だけど、まあ、学校があるでしょ土曜日で、どんだけ頑張っても4次元で土曜日終わって、もうお兄ちゃんが早いか私が早いかっていう感じで並びに行っても一番後ろぐらいだったんですけれども、なんかちょうどうまい具合に行って、なんか前から2番目ぐらいだったので、その日にもう何回も何回も行ったんですよ。何回も何回も行って、例えばこう並んで頑張って券取りかよっていう、それで一回帰るのよ。一回帰って、で夜になると8時だよ全集合だから、7時ぐらいにまた夜行って見て、9時ぐらいに帰るっていうようなね、そういうことだったんだけど、頑張りましたけどね。文京公会堂が多かったんですけど、並んでる間に昼間ね、キャンディーズが「おはようございます」とか言って楽屋にこう入っていく、「おっランちゃんだ」みたいな、そういうね。キャンディーズだって全然最初ただこうアシスタントみたいだったよね。でそのうちに中本浩二さんの体操のところとかですごく人気が出てきたりして、歌が出来上がって、もう最後の方キャー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 ね、みんなすごかったですけど、そうしている時に3月とかな、だからかな、試験だったのかな、なんか早く行けて前から2番目ぐらいが取れた時に、知らなかったんだけど、たまたま新井中さんが辞めて今日で終わりだとか言って、張さんが言って、ってね、なんだバカ野郎って言ってた、 This is a pen って言ってた、新井中さん、最初のメンバーね、やめて、来週からはこの志村がメンバーに入ります、みたいな、それを生で見てたんですよ、会場で。やっぱり好きだったですよね、面白かったな。でもその時新井中さんのことも好きだったから、なんだと思って、ずっとなんかアシスタントみたいにちょろちょろ出てきてて、兵隊コントとかやってるあのお兄さんか、変なのなんて思ってたんだけど、それがね、どん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 人気者になったその志村けんさんであるわけだけど、途中からはもう私もだんだん、だって最後はひょうきん族だからね、裏番組になるわけだから、ずいぶんやったわけですよね、8時で全集合もね。もっと ドートリフの大爆笑とかもいろんな番組もあるけど、とにかく最後はもうなんかライバルみたいになっちゃったから、仲悪いんじゃないかとかね、ひょうきん族のメンバーと口も聞かないんじゃないかみたいな時代もあったんですけど、それでも途中ずっと見てたよ。やっぱ中学高校単体じゃ素人ですから、どの辺からっつったらね、やっぱり早口言葉のあたりかな。生麦生麦生卵じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ、懐かしいじゃじゃんじゃじゃんじゃんっていう、あのあたりでなんか志村さんが面白くなってきて、まあすごく人気のアイドルとか歌手の方のゲストもすごかったもんね。ジュリーが出たりとか、桃江ちゃんが出たり、純子ちゃんが出たりとか、そういう時代だったから、それもすごかったけど、そこでなんかアドリブだったのか、急に東村山音頭が出てきて、苦し紛れになんか「東村山」って始まって、で4丁目っつったら「あと何丁目があるんだ」みたいな感じになって、3丁目と1丁目なんてひどいよね、「1丁目1丁目わお1丁目1丁目はそんな音頭あるわけないよね」でもそういうのがすごく面白くて。それを見ないと、もう学校ですぐ流行って、今ビデオあるけどさ、その時そういうのないから記憶だけだから、だから大変で、もうかじりついて見てましたけど、それもすごい人気になって、志村けんだ志村けんだってなって、もうだからヒゲダンスのあたり
ねえ、もうやりましたよね。ここなんか黒くして、タン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 、水入ってないみたいなね。でも入ってる時もあったりね。うわー、懐かしい、子供だったら。それでね、まあ寂しいお別れですけど、やっぱり立派な方って背負ってくんだなっていう、最後の最後まで、まあ、お別れしない方が本当はいいけどね。だけど、うん、このコロナっていうことがあってね、でみんなにこう気を引き締めて、こういう風になんないようにね、やってねっていうような島屋さんがこうなったことで、みんなピリッとしたっていうかね。だからそういうような運命っていうか、最後まで立派な方だなっていう風に思った。でもね、ヨボヨボだった。うちはまあ私はもう辞めましたけど、太田プロダクションにいましたから、ダチョウ倶楽部なんかね、リュウちゃんなんて弟子なんだよ。いつ？知らなかったわねえ、ダチョウ倶楽部って南部トラタとかがいたんじゃないのと思ったけど、まあだからすごく仲良くなって、バカ殿シリーズとかもずっと明治座も出てたから、いつからか弟子になったんかな、なんかびっくりした。リュウちゃんね、本当に飲み仲間っていうか仲良しさせていただいてたか。リュウちゃんもどんだけ今落ち込んでるかなと思うけど、私はそれでひょうきん族の、頃だったんだけど、バーで会って、で志村さんが一人で飲んでて、あ、鍋プラの方いたのかな。それでなんかボトルをね、あってご馳走していただいて、飲んだ時にもうな、生意気だからさ、何にも分かってないから、志村さんってすごいダンディーなんだ。ワーとか、にゃーとか、そういうの全然当たり前か、普段は違うんですよ。それなんでしみじみとね、なんか最近はどうだなんていう話をした時に、いい男なんですよ、すごく。顔は良くないよ良くないよって、すいません、親戚の方が申し訳ないですけど、だけど心根がこうハンサムなダンディな方なんですよね。それでいいなあ、こんな人なあと思って、で私は志村さんのこと大好きですって言ったら、おお、ありがとうなあって言って、でも3番目に好きですって言ったの、今でも反省してます。え、1番目じゃねえのって。だってたけしさんもいるしね、田原俊彦もいるわけですからだから志村けんさんは3番目に好きです、私の中ではすごい上位ですどんだけ生意気反省してます、謝りたいです。本当美味しくごちそうになったけど、寂しかったんじゃないのかな、どうなんだろう。でも生き方は自由ですからね。お笑い道をやっぱり貫いて、プライベートの方はっていう、シンプルにっていう考えだったら、モテなかったわけじゃないと思いますよ、すごく。でもちょっとね、ロリコンだったね。可愛らしい人好きでしたから、まあ、可愛らしい人っていうのは年相応の恋愛するからね。だからこう、まあ、うまくいかなかったら、まあ、そんなは分かんないですけど、大体ドリフターズっていうのは70歳ぐらい、荒井中さんもね70ちょい、71ぐらいで死んでんのかな。長さんも、もう10年ぐらい、もっと前から死んだけど、72ぐらいなんだよね。だからやっぱりこうすごくビッグな仕事をした人は、遊びも華やかだったのか不健康だったのか分かりませんけれども、早死にですね。ドリフターズって最初にドンキーカルテットに行ったオノチンとかも入ってたんだよ。ドッキリドキドキドッキリドキドキの司会もやってた小野康さんも入ってて、鍋プロだからもう音楽性が高かったんだよね。だからビートルズの前座でも出てるし、で最初は山下健二郎さんも入ってたはず、ロカビリーとかの。もうこの出てくる名前が古いね、わかんないですか。まあググって調べてみてください平尾正明さんたちなんかとロカビリーのすごい大スターの山下健二郎さんも多分ドリフターズだと思う。もっと言えば坂本九さんとかも入ってたような。だからつまりナベプロがこう音楽性をすごくちゃんと演奏できて、だから志村さんもなんかギターかなあ、新井さんはキーボードだったはずなんだよね。だからそこがクレイジーキャッツっていうのがあって、植木仁さんたちはやっぱバンドっていうのがかっこよかったね。それでお笑いもやる、キャバレーに出られる、その流れ、その後にだから
ドリフターズがザ・ドリフターズの後に BG4 スペシャルヒップアップみたいな、これじゃないかな。いやもうちょっとトンチンカン、いろんなもう話したいこといっぱいありますけれども、まあそうですね、70歳はちょっと早いお別れでしたけれども、太く短かったかも分かりませんが、お笑い界を走り抜けた偉大な先輩だったなっていうふうに思います。3番目って言ったことを本当に本当にすいませんでした。どうぞ安らかに。さてそれじゃあですね、山田くんにこくにチャンネルをね、いつもここでモノマネをして終わるんですけど、どうでしょう、皆さんと一斉の背でアイーンをやって終わりにするっていう行きますか。じゃあいいですか、私こっち向きですけど、みんなこっち向き、私こっちで出します。で、出してね、いきますよ、せーの、アイーン、やった。